雪、吹雪、ホワイトアウト、大雪予報時は手控えてください。記録的な大雪が増え、冬の高速道路では大規模な立ち往生などが発生しています。昨年は長時間の通行止めも発生しました。走行する車の速度が速くなる高速道路では、視界不良や路面の状況が悪くなる冬の悪天候の中、事故が起こった時その規模が大きくなるのです。冬の事故ゼロを目指して、大雪予報時は手控えてください。大雪の際は道路状況も視界も悪く、積雪によるスタックや立ち往生など思いもよらないリスクが高くなります。情報板の情報には必ず従ってください。情報板の指示を無視して走り続けることは、大雪が原因の大規模な立ち往生に巻き込まれる可能性があります。またあなたが立ち往生を引き起こしてしまい、それが原因で除雪車がたどり着けないケースも考えられます。大雪予報の際にはまず最新の情報をチェックしてください。ドラトラなどホームページやツイッターでも通行止めなどの情報をお知らせしていますので、事前にチェックし運転を控えることも大切です。冬道での悲劇、交通事故を起こさないようにタイヤの冬装備を忘れずに。ノーマルタイヤの方はスタッドレスタイヤなどの冬用タイヤに交換しましょう。さらにタイヤチェーンを車に積んでおけばより安心です。情報板で滑り止め必要などの表示があった時には、ノーマルタイヤでの走行はできません。高速道路では絶対にスピードの出し過ぎは厳禁です。急ハンドルや急ブレーキなど危険な運転操作をしないよう、落ち着いて安全運転を心がけましょう。冬の事故ゼロを目指して、冬の高速道路では安全に走行していただくために、道路に積もった雪を取り除く除雪作業を行っています。除雪は1台目が追い越し車線を、2台目が走行車線を、さらに3台目が路肩側へと雪を追い出しながら道路上から雪を取り除いていきます。標識車が後方に続き、皆様へ注意喚起をし、作業のお知らせをして走行します。晴れていても中央分離帯の雪を取り除くなど除雪作業を行うことがあります。また道路の凍結を防ぐため、 GPS を駆使した凍結防止剤最適散布システムによる凍結防止剤散布作業も行っています。散布作業の際は作業者と道路情報板に表示することで皆様へ注意を喚起します。作業者は車線を塞いで時速50キロ以下の低速走行をしますが、これらの作業に出くわした時、追い越しは厳禁です。除雪車が巻き上げた雪や凍結防止剤が飛んできたり、追い越した先の道路状況が変化するため、標識車の後ろについて走行してください。また作業者は一定距離ごとに避けて車線を開放します。高速道路で安全に走行するのが難しいと判断された時に通行止めになる場合があります。もし晴れていても何キロか先で吹雪が起こっていたりすると、その手前のインターチェンジで通行止めになるケースもあります。大雪予報が出た時は車で出かける前にまずチェックするのが大事です。そして可能ならば運転は控えましょう。皆様の安全は私たち一人一人が協力し合うことから生まれます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。ネクスコ東日本。